はい、行きました。はい、お願いします。お願いします。歌図徳島バージョン境で。そうだね、歌津？歌津はね、あそこ歌津グランドだから、うん、歌津境で行きましょう。行きましょう、もうとりあえず出発しましょうもん。はい、1時間まあ1時間ちょっとかな、あんまかかんないと思うけど。恒例のノーカット。前回のこの、うん、愛媛バージョン、うんうん、大人気で大好評いただいてました。そうだね、大好評、あの大人気企画の第2弾。第2弾歌津徳島バージョン。そうだね、行きますか。行きましょう。今日の何があるかみたいなことをちょっと喋ってます。今日はですね、はい、あの西日本チームリーグっていうのをやってるんですよ。西日本チームリーグ？まあなんかあのプラマ、まあてか基本的にこの一般の誰でも出られるような、うん、M リーグルールみたいな。うん、あ、間違えた。あれか、リカバリーショット打てるか。リカバリーショット打てます。ちょっとあんまり通ったことないけど、この道、うん、どっから乗るの？境出のインター。うん、境出インターから乗るから。はい、まあ、西日本チームリーグっていうのがあって、うん、まあ、1チーム3、4人、M リーグみたいに、うん、で、チームであの40ハンチャン戦って、うん、なんか勝った人がまた勝った人同士でやるみたいな。 M リーグの四国版みたいなこと。うん、まあそれが最初は、うん、2年前からやってて、うん、最初は四国版だったんだけど、うん、ちょっと俺近隣のなんていうの、中国地方とか関西地方とかも、うん、やりたいってなったから、今西日本チームリーグ、西日本の規模が広がってる。これなんか斜めってない？大丈夫？斜めってるぐらいがちょうど。あ、いい画角で撮れてますよこれ。今日も今規模的にはどのぐらい、チーム今参加してるチーム数ってどのぐらいあるの？まあ、徳島は5チーム、うん、はい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 。で、愛媛とかは多くて16チームとかあって、うん、すごいね。うん、多分何チームあるの、全部で多分100チーム弱ぐらいあるんじゃないかな。やっぱその運営に携わってたりしてるの？いや、運営には、まあ、一応を、うん、徳島エリアを運営代理人という感じで、うん、まあ、プロチームで出てるから、うん、まあ、岡本さん、はい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 、ね、筆頭に、まあ、運営ちょっとやってくださいねみたいな。運営代理人、代理人プレイヤーでもあり、まあ、運営代理人補佐ぐらいだね。これどこ？ん？場所？これはね、あそこローソン、熊八がこんなにあって。あ、何年か。そうそう、道間違えてなかった。あんとる。とるやん。センスがある。うん、センスがあるね。あの空間把握能力がえぐんやろ。そうそう、やばいやばいやばい。ナビいらないから基本。一回通った道覚えるから。ナビなしすごいよね。そうだね、ナビあんまりいらないね。今日どの辺？徳島の駅の方？うん、そうそう、徳島境って通ったある、 あるはずなのよ俺、うん、境で働きよったから。20年近く前。そう、俺そこで、ま、なんかそこのマネージャーさんに、うん、麻雀教わったのよ。師匠。いや、なんか麻雀強くなりたいかって言われて、うん、なりたいっす、なりたいっすって、うん、その時に言われたのが、うん、麻雀好きかって言われて、好きっすって言うて、久保さんやねえ、たけ麻雀好きかって、麻雀好きっすって言って、その時に名言が出たのが、うん、好きなうちは強くなれないよって言われて、え、そうなんや、そうなんやって思って、未だに好きや俺麻雀。なんかやってんのか、なんかやってんじゃない、シートベルト的なこと、シートベルト的なこと。好きなうちは強くなれないんだ。なれないらしい。確かにそうかもしれないな。麻雀楽しむと、うん、麻雀勝つは、うん、ちょっとイコールじゃない気もするし、勝ちに行く、楽しみに行く、こうやったら勝てるよって言ったってさ、うん、そういうのつまんないなって感じの。まあ、なんかよくあるわ、その
俺よく谷本さんの麻雀教室見てつまらんなって言ったもん。うん、うん、そうつまらんのよね。やっぱでも成績出しとる人って、ね、あるよね。そういうつまらんよね。つまらないというか、それはだってさ、うん、あのまっすぐ行って上がりに行く方が楽しいよね、うん、ああ楽しいよやっぱり。楽しいよね。今日はね、うん、勝ちに行きますんで、うん、いいですね。この道を行けば。デジャブ前線で通った通った知ってる。前世何だった前世ね、何やったんやろうね。前世多分、俺前世からでも麻雀打っとったと思うわ最近の人じゃんなたまにあるもん。あ、これこの手上がったことあるわあるやろ多分たまにあるもん。ハイパイもらったこのハイパイ見たことあるわ。 あるね、うん、でもあこれ昨日見たわみたいな、うん、昨日見たわじゃないけど夢で見たやつね、うん、あるある。 これこうなるなとかたまに、うん、こうなるなね。こっからあれが出るなはよくあるけどね驚かないもん。出てももういやもうあのむしろ逆に出ないことに驚くえってなんであそこから3ピン出ないのみたいな出ないことに驚いてるからもうその息いったか、うん、今日何節目。今日2節目始まったばっかりやん。そうまだ1節目抜け番あったからさ、はいはいはい、まだ4ハンチャンしか打ってないんだよ。あと36ハンチャン打ち足りんね。まだまだ、うん、他のチームは、うん、ご飯ちゃん打ってるのかな多分。うんでほら今日5チームで、うん、抜け番1回でご飯ちゃん打つから、うん、言ったら6ハンチャンあるんだよ、うん、長くなるじゃん、うん、6ハンチャン打つと、うん、だからそのチームリーグのこの利点を生かしてさ、うん、1半目2半目は同時にやるんだよ。2択同時に。あーなるほどね。1チーム2人ずつ出して、うん、2択でやるんだよ、はいはいはい、あとは1人ずつやるんだけど、はい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 、はい、こういうのもね面白いよねやっぱり。面白いね。そうでしょ、うん、やっぱチームで戦ってんなでもなんかこう聞こえてくるんじゃない、やっぱこうその隣の卓で あいつ振り込んだなみたいなああまあでも置く、うん、ぐらいになると、うん、もう外の卓声聞こえてないから入り込んじゃってるから聞いてるけどね。聞こえてる。なんかでもやっぱりああいう大会来てなんかね役満の声とか聞こえてきたらおマジかってなるもんね。なるね、うん、8016やっぱじゃあ始めてくださいよろしくお願いしますツバみたいな感じでやりたいね。やりたいよね。でも この前あったんやろ地方チャンスだったんやろ。あった親に1万人打ち上げたけど地方チャンスすごい3点入ったの。ローキューピンサブローキューピンやったっけ。違うローキューピンイースーピン。ローキューピンイースーピン。そうそう最後の12枚でね。うんで何が入ってんやったっけ。キューピンで何持ってきたんやったっけ。ローピン第1つもローピンでつむぎりに入れ替えてもよかったけどね。うん若干裏ドロン乗りやすいし、ね、いやでも見せたいわ。そうなんだよね見せたい。それはつむぎりに地方チャンスだったんだぞって言うんでローピンで曲げるわ。まだちょっとあれだね、うん、若いわ若いねシーフォーチャンス見せびらかしたい。見せびらかしたいわ、うん、俺でも絶対それをローピンでリーチ行くわ。でも要はさ、うん、こんだけ打ったのチーフォー1回もないからね。ねえたら俺はカメラにこうワンテンポこうチャンスだよっていうことで、ああ解説とかで実況の人たちに、ね、いやいや僕はチーフォーチャンス一呼吸を打ったからやっぱりあれはね、うん、自分の時間じゃん。そうね。えちょっと雰囲気出したいじゃん。出したいえ何ってこう周りもなるわけじゃん、うん、そっからのつもぎりにっちゃう。あ俺昨日もさそういう場面あったのよ、うん、3人打ちだけど、うん、はいはいはい、であこれチャンス来たわと思って、うん、一呼吸で積もろうかなと思ったらイーシャンってやった照れた。照れな。宮城さんとかに我慢すかって言ったけどあイーシャンってやったと思ってダサいね。ダサかった焦っとった。そうだよね。この間花々のなんか地方チャンス入ってさ、天候チャンスか。うん。花々の天候チャンスも一呼吸置きたいね。うん、一瞬でわかるから。うん、ね。
あの、何メンツだ ?3 メンツと雀刀があって、チーピンだけ浮いてて、花々だったんだよ。ワクワクするね。で、鼻1枚だけ抜いて。だって、ヘッドとチーピンでも、よし。そうそうそう。もうチーピンでメンツできたら、あれが天候チャンスだから。で、鼻1個抜いたらパーピン持ってきてさ。激アツやん。1個ずつ抜いとるやん。もう自分の力だ。あ、俺も一個ずつ抜いたのよ、うん、宮城さんに何やってんだよって言った。そうね、なんかいい、ちょっと我慢すかっつって、なんかいいとね。いやー、地方、まあ、役満は分かりたいな、やっぱり。でも役満の中でも地方、天方はちょっと違うよね。なんか、そう、特に大会とかだったらね、やりたいよね。やりてぇ。優勝者のハイパイと通報からね。ゲストで M リーガーのドリームチーム、まあ、3人かスポイラーでチーム組んでもらって来て大会やるみたいな、激アツやん。そう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 。あ、ほらこの間愛媛に行ってたじゃん、あれの前日か前々日かなんかにそれやってたんで。へえ。だからその滝沢さんと松田さんと千夏さんのチーム、M リーグみんな別々チームだけど、で勝ち上がりシャドウやってたんだよ。激アツやん。激アツよ。やりたいな。激アツだよね。勝ち上がったらいけますよ。今後やろ、今のやつって。アマプロ、アマプロの人も、アマチュアの人も。そう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 。まあ、たまたまプロチームで組んでるだけだ。他は多分組んでないんじゃないかな。まあ、あのプロが混ざってるとかあるけど、まあ、それは一般参加に近いよね。はいはいはい。一応参加できますみたいな。はいはい。いや、参加した人がたまたまプロだったの。そうそうそう。ユニフォームとか着るからね。今日ユニフォーム着る。着ますね。なんかね、今持ってないんだけど、その新しいユニフォーム着たから、岡本さんが持ってきてくれる。何色？水色よりちょっと濃い青くらい。何色でもいいよって言ったら何がいいかな。ピンクがいいかな。ピンクがいい。ピンクがいい。全然いい。桜のやつ。桜のやつ。なんだろうな、何がいいかな。赤？青？俺なんやろね。ピンクかな。ピンクでショートパンツでタイツ履いて打ちたい俺。岡田さんやね。憧れたわ。国士13めっちゃ。あれ。ね。国士上がりたいな。昨日13面シャンテン入ったんだよ。シャンテンはすごいね。5巡目で13面いいシャンテンだったんだよ、なんかでも早くヘッドできろって思う。いやいやいや、もう13面なんか上がりたいからさ、もう2枚狩りの難待ちになるんだよ。もう難出る前に早くヘッド、これ難先打たれる方がちょっと嫌じゃない？そうだね。いや先打たれた、まあ1枚狩りなんで、13面イシャンテンの時にパンって紡ぎられたんだよな。うわーグズーって思った。ずれてたら13面結局ね、難待ちでテンパってさ、もう押さえつけた。あー俺でもそれ見よったよ、こっちの宅で打ちよって。なんか腰入っとるやんみたいな。押さえつけに行った。もうあの仕掛けがね、ちょうど石尾さんが来たぐらいじゃない？そう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 、ね、石尾さんが後ろに見てたからさ、
アピールしてる。そのアピールしよる雰囲気を感じて、ああ、行っとんやあれと思って、全部見えてなかった。その時はもう13名にちゃんって、50名に見てみたいな。大さじ付けに。絶対リーチ打つ打たないあるよね。まあ絶対打たないっていうことはないもんね。絶対選択肢として打たないといけないよっていう。そうだね。抑え、まあメンツによるね。仕掛けがテンパってて、仕掛けが押すタイプで、でもう一人が抜くタイプだったらリーチかなり損なんだよ。そうやね。押されて抜かれちゃうから。うん、なんだけど仕掛けが抑え、なんていうの、仕掛けが押さないタイプで、うん、もう一人が抜かないタイプだったら、うん、押さえつけた方がいい場合もある。ああ、俺と今さんコンビやったらリーチやねん。そうそうそう、そういう感じ。抜かない俺、降りる今さんみたいな。だから、うん、リーチ打った。これが、なんていうの、タクね、結構打てる人だったら、ちょっとダマにしといて。あとは、まあ、リーチ曲間際2枚、山に2枚いるなとか。ああ。いうとか、まあ、あと黙ってても一緒だなっていう場面、当然みんな出るでしょっていうことか。そうそう、うん、もうみんな変わらない場合は裏ドラ見に行ったりするし、役満の裏ドラ嬉しいよね、チップ作るマネージャーはね。まあ今年1枚しか飲まないけどね、うん、最大2枚。うん、裏裏あんまり上がったことない。国士裏さんとか上がったことあるのかな。国士浦さんはもう花4枚、え、花3つ、ああ花のパターンがあるな、うん、国士浦さん記憶ない。国士浦さん、まあ一発つけるぐらいだね。一発浦らとかあると思うけどね、スーアンコウの浦さんね。取るところの裏ドラのはやっぱ月1回ぐらいのせたいな。うん、裏4、裏4、もっとあるの？マジで。うん、僕はいいと思う。もう多いと思う。裏4、裏4多いと思う。狙ってるの？常に。山読み精度高いからさ、はいはいはい、表示牌がありそうだなと思ったら、はい、かなり面前でリーチを使う。仕掛けないっていう選択が一人多いと思う。リーチ打つ、なんか裏用っぽいから2枚柄ペンチースをリーチ打ったりとかもするし、面前でね、裏ドラのありなしで面前で行くか仕掛けるかっていう判断材料が入っとんやろ。入ってる入ってる、すごいよね、うん、そこは入ってないと思う普通の人。だから、ね、E マン関してさ、うん、9万借りてる時も多分めちゃくちゃつまらなさそうにする。なんかそのリーチ打って初めて裏ドラ数え出すぐらいだと思う。あー枯れた、あーもうないとかっていうのかもしれんけど、うん、もうずっとそれも考えてる、ずっと考えてる、暗号とかも考えてる。最近その考える量が増えてきて頭とか考えるからさ。もう裏ドラ表示ばっかり考えてる。まあ、でもそうね、考える量が増えてってるよ。もうチートとかさ、乗らんやんこれとか。あ、これ乗りそうやなとか、チートイぐらいだったら全部考えるね。終盤のテンパイ取りに行く手順とかね。うんうん。粘いよね、本当に。まあ3問はあんまりやんないけど、うん、4人打ちはもうギリギリまでテンパイ取りに価値があるからね。うん、いつもさ、あの、ジャン玉のあの、トンプー戦は結構か見てきたやんか、俺。はいはい。やっぱ今日トンナン戦やったらちょっと違う。違うね、やっぱちょっとどっしりになるの。うん、トンボはかなりどっしり。そんないきなりなんか1000点で上がってやるぜっていうのは全くない。結構仕掛けるもんね、トンプー戦のジャンタマは。だからフラットな状況で乱入したら、うん、まあ、かなり仕掛けるし、うん、まあ、3万5000点のトップ目とかでも仕掛けるし、うん、ただね、トンボの2万5000点持ちのこのフラットな状況はさ、うん、やっぱりね、1回はやっぱ漫画跳ね回上がりたいからさ、先手上がり逃してでも、うん、周りが高いって入ってないんだったら、うん、どっしり構える。いきなりかわしてはね、むしろやめてほしいもん周りに。あ、周りが得するじゃん。
状況に応じて、そうそうそう、難しいのはやっぱりこの決められその一人走ったりするやんか、そこの差を詰めるために打点を組むのか、ちゃんとそこかあの曲消化をさせに行くのかみたいなところがやってて、めちゃくちゃこの前打ってて思った、4人打ちで、ああどっちこれ点差あるからこれ仕掛け方がいいんじゃない、ちゃんと満貫で面前で行った方がいいのか、いやこれテンパ入れて、アブが、うん、まあ、大会とかは、うん、やっぱりトップ取りに行った方がいいと思う、大会がね、うん、上の方上位行くんだったら、まあ、例えばトンパで6つも引かれましたぐらいだったら、うん、全然もう打点組むかな、うん、いや、まあ、ラスだけは引かないように、うん、まあでもポイント状況によったらもうラスと関係なしにもう6勝負まくりに行くけどね、普通にやっぱりね、大会とかこの前も俺そうやったけど打てないわ、まあ、やっぱりミスという緊張からのミスある、うん、僕もなんかミスいっぱいあったわ、俺本一のイシャンテンぐらいで自敗の枚数数え間違えて、テイと白のあれで2枚切れの方置いて、まあ、これ上がれとったやんっていうとかめっちゃダサかったもんね、あ、道卓中、いや道卓中じゃない、でしかそれ4回目、もう4回目ぐらいになってると思う、バテバテでバテたバテた、今日三半ちゃんの決定なんだよ、うん、岡本さんが今日は運営に専念するから、うん、よろしくって言ってて、岡本さん好きよ俺今日フリー打つどうしようかな、言ってもいいし、うん、ちょっと徳島フラフラ、まあ車使う、いや車はあの一応さ、うん、駐車場があの出し入れ自由のとこ止めると思うだから、ああ、まあでもあの動画撮るんで一回使うのと、あう、まあ、鍵渡すフラフラしてもいいし、まあ駅やろ、うん、まあ駅、まあ、あ、徳島の駅ってでもなんもないよね、ないかな、そこもそこもあれです、下場があるぐらい、うん、あなんか早い人来た、譲ろう譲ろう、うん、そしてついていこう、兄貴ついていきやすこれどこ、もういや分かるやろ、鏡のようにえ、高速乗ってたら分からんことない、え、嘘やろ、なに瀬戸内技研、あ、直視、うん、いやいや、違う、もっと行っとる、あ、そうか、僕あの地図の上走ってるからさ空間把握能力がいいんや、そうそう、高速の上でもこれこの辺で分からんやつが、あ、分かる分かる、あ、JRA で分かったわ、うん、あ、JRA であった、うん、そうそう、馬ですわ、馬です、あれか、もうすぐ宝塚や、あ、そっか、宝塚か、うん、もうその宝塚が終わったらしばらく G1 っていう大きいレースがないんで、あ、次秋の G1 ですから、うん、で、宝塚2回ぐらい見に行ったことあるよ、見に行こうかなと思って、阪神ね、阪神競馬場、二川、二川、駅降りてすぐ、昔その阪急の二川駅っていうところに行くんだけど、うん、その2つ先の駅に住んでたんだよ、で家からね歩いて行けてた、阪神競馬場、マジで、マジマジマジ、何いくらぐらい使えたいちって、え、いくらぐらい使いよった、競馬、競馬、いやいやもう全然よ、しかもあの、なんていうの、友達と麻雀やって、うん、家で、うん、朝方も宝塚行こうぜとか競馬行こうぜぐらいのノリだったから全然なんか200円が5000円だったとかさ、あ、そんなノリよ、あ、宝塚見に行くいいじゃないですか、宝塚来週、来週か、来週分になるか、こんにちは、滝豊ですっていう像があるかもしれないけど、もう10年中じゃないけど、いいか、宝塚、うん、阪急ね、阪急、でも宝塚、なんか荒れそうなのよね、あ、そうなの、うん、ちょっと僕の買い方がやっぱりこの副賞買うみたいな、そういうスタイル、うん、にたくさんお金乗せて、ああ、うん、あ、そっち系、そっち系だ
だから、うんうん、宝塚は多分あんまり勝負できない。そうやね。うん。一応 1.3 倍イエーイみたいな。そう、1.3 倍イエーイ !3 万円みたいな。あ、3万円、あ、10万だ。10万だ。あ、なるほどね。そういう感じか。うん。勝ちたいんだよ。すげえな。で、あ、もう、その、それで20万超えてきたらもう、体の調子悪くなる。5万4連発とか、10万2連発とか。いや、あの、1レース20万超えたら僕もう無理。なんか自分の器ってこんなもんなんやなって。20はきついよ。マックス18万だな。絶対大丈夫やん。3着入るからって思いながらも、やっぱり20超えてきたら体の調子悪くなる。外れることある、ね、ある。でもそうか、20が6万とかになるのか。うん、そうなんやって。でかいね。絶対来るよねって。もうほとんど落ち着いてないよねっていうんでも、やっぱ20ぐらい乗せると。うん。そうか。うん、50円でも、ね。150円しか並んでも、これ10万返ってくるわけです。簡単やな。簡単やな、つって。それで勝ち寄った時期があるから、もうその、なんてやろ。あ、競馬簡単やなって思ったんやけど。去年かな、むっちゃやられて、あ、もう無理って言って。そうだね。あの、小鉢だもんね。そう。で、副賞とかで、じゃあもう一回その、10万やられたとして10万取り返そうと思ったら、もうかける金額はむちゃくちゃ上げていかないから。まあ、上げるか3連発当たりかしてるんだけどもね。2分1当たるぐらいじゃ全然ダメだもんね。ダメだよ。次の宝塚はちょっといつもと違う買い方しようと思ってて、まあそんな大金は乗せんけど、例えば前頭に前頭副賞掛けとどうしたの、若者捕まえるけど俺全然触ってるんだけど金探してる金と銀全部買っとったやつだろ銀と金って最後どうなったっけ、覚えてないな。どうなったんやろうね、どこまで覚えとる。え、最後競馬じゃないんや話。あ、そっか、最後競馬か、うん、あのなんか海外のノハウボンってできたやつか、うん、次やったら負けるから引退するみたいな。あの、あれ今ね、これを買っていただけませんかって、あのローパーピンのさ、半分隠して、うん、なんかローピンのするシーン覚えてない。あった。あれ、丸分かりやろ。なんでいや、なんかパーピンを半分隠してなんかローピンに見せるみたいな、うん、あったね。うん、さすがにわかるか。わかるやろ。だってもう行ったらもう先生にちょっとこっち苦手なんですって。いや、
呼ばれる。こっち来てくださいって、ベッドとか連れてくる。またこいつ来た。ああ、暴れるんや。徳島こっから先ってどん、もうなんもないよね。もう後ろ越えてこの高速ってめっちゃ暇なイメージあるよ。暇ってね。あ、海沿いになるか。ああ、そうだね。徳島まで62キロ。下道のさ、なんか、海沿い綺麗な感じのやつ、あれどっちやったっけ、徳島やったっけ、高知やったっけ、なんかあるよね。ああ、徳島行くときじゃない、鳴門方向とかそういうのあるん。うん、まあ、ビンビアとか海沿いにあるし。津田行きたいな、夏。津田？海はどこなの、香川は、綺麗な。海水浴場って言ったら津田の。津田よね。うん、津田のイメージよ。あとは、まあ、長崎の花とかも。行ったね、長崎の花。チャリンコで行ってたんだっけ？もうチャリで行けた。長崎の花ってさ、ちょっとほら、八島人としては、イメージ悪いからさ、長崎の花。まあ、確かにね。だからあんまり、あんなとこに海水浴するのって感じのイメージだったけど、俺もうちょうどさ、あ、思い出したわ。ちょうどさ、こう、お遺体が上がってこられたタイミングの時すれ違ったことあるわ、長崎の花で。マジ、うん、今日やめとこうってなったもん。なんかさ、大人たちがさ、もうざわついてて、いかに、君たちもう帰りなさいみたいなこと言われて、すいませんっつって。でも何があったか分からない。でも察したというか、あるんやな。思い出したわ。怖いよね。スタンドバイミーみたいな。千の津田だね。津田だ。叩いとかないと、でもやっぱ平地はやだな。なんか、トンバでさ、6000オールとか引かれてトップが抜けるじゃん。それぐらいだったらさ、トップ取りに行きたいんだよ、ワンスリーだから。なんだけど、こう時間打ち切りで時間との勝負があるからさ、じっくり組めなくなる。かな。平川さん手数多いタイプだからさ、じゃあペイチャーチーム的にさ、やっぱりこの向いてるやつ、向いてる方に平岡さんがペイチャーで、どっちなんだろう。いやでも俺ティーチャーやりたいとか言って、まあ、言わないと思うけど、例えば
けないと思って。まあどっちでもいいから。やりたい人がいるんだったら、うん、押し負けてまでやりたいとは思わないみたいなさ。ああ、でもそういう性格よね。そうそうそう。出るよね、性格。うんうんうん。それはやっぱチームですね。チームやっぱりいいと思うけど、やりたいとは言うんだって。主張するかしないか。うん。まあ、いいかな。あまりなんか4人うちの親番ってそんなに重要視してないしな。うん。サンマの場合はかなり重要視して、重要だと思ってるけど。でかいよね。でかいよ。何点差あっても関係ないもんね。関係ないね。うん、やっぱ3番の強さ、親番の強さは結構あるよね。上の親は終わらない。親番強くなるのみたいな。いや、僕も必要ないな。今日ブドウ糖は？あ、持ってるよ。ドーピングなんかあの高松のさ、うん、あのカボに来てた徳島のお客さんが行ってさ、敵チームにね、はいはいはい、その人親番めっちゃ強いんだよね、うん、いつもサイコロうまいっすねっていつも言っていや今日サイコロうまかったっすね毎回言ってるサイコロ絶対あの褒めない今日最高なかったっすね今日でもなんか今年から自動販売になったっぽいからさ、はいはいはい、ちょっとやっぱ最初に攻撃しないとダメだよ ね、 そうね、大丈夫ですか今年最高のですよでも自動販売になって、うん、なってから俺勝率上がったわ最高よりも、あの自動ハイパーになってからさ、うん、一発損かどうか分かんなくなったいや、本当に本当自動ハイパーになったあたりから、うん、え、これ一発損じゃないのみたいなさめっちゃ増えた気がするないないか、ないか、あとね、うん、なんかね、みんなのテンパイが速くなった気がする、ああ。関係ないんだけど、多分とか、え、なんでそこから先生リーチ入んのとか完全にオカルトの話なんだけど、わかるよ、え、こう来てこの展開で、え、こっから3時目リーチそんなことあった今までみたいなが多くなった気がする。俺だってむっちゃくちゃなんか調子いい時はもうシート先つけとったもん次ここどっぺよみたいな昔さ、うん、こう4人うちの店で働いてさ、うん、店長帰ろうとしたのさ、うん、店長すいません、僕あのタクシーだったらずっとトップ通るんですけど何連勝までしていいですかまだあの座って一半目のトンパなんだよ、うん、え、で3までいいよって言われて、うん、あ、分かりましたって言って3連勝したんだよ当時の責任者に下げられた今はないな、そういうのないか、本当にやったのって言われたダメってなってたんだよ、うん、あったね、なんかそういう、うん、縛りね、うん、あったあった僕あの3連勝2着、うん、3連勝3着、うん、3連勝2着っていうのやった4連勝ダメなんですよねってすごいね、そうそう出たわ、4連勝しちゃった時もあるけどね、なんかあの4連勝してんじゃんと思って、うん、なんか1万9、なんか52だけ補充して198の1万9800円持ってさ、うん、3着目ぐらいで、うん、なんかドラザだったんだよ、うん、なんかドラザ、役なしドラザのテンパって、うん、リーチ打ったら、うん、跳ね回りになったんだよ、一発も裏みたいなんで、うん、で、あと横移動しまくってトップっていうのがあってさ、うわ、4連勝しちゃったよみたいなみんなちゃんと上がってよって差し込むわけにはいかないからさ、ね、まあいいわ、もうあと見てよと思って見てたらもう誰かまくってこの3万点ぐらいのあるよね、規制ね、規制あるね、何
上がったっけ規制。結構なんかあったな、境も。境厳しかったんじゃない。厳しかったよ。なんかトンボ上がっちゃダメとかなかった。いや、そこも、うん、なんか昔の人は、今俺が入った時は昔はもっと厳しかったんで。そうだよね、一昔前は、うん、トンボ、まあ、お客さん全員上がるまで上がっちゃダメとか、うん、ふざけたのがいっぱいあったよね。あったあった。でもなんかすごい規制、なんかその言い方はそういう縛りがある中でもちゃんと成績残されるまでかっこいいんだよみたいなこと。まあそういう従業員の美学あったよね、うん、あった。従業員美学あった。あのメンバーってことは使わないんだよそういうことやる人はメンバーの仕事だからさやらないんだよ。ガンスタッフが従業員としか言わないんだよ。メンバーうちとか言うじゃん、うん、だからやらないんだよそういうのパーってことやったな。でも、うん、まあ僕は最初入った店もちょっと厳しかったんですよ、うん、まあチェック入る筋、まあチェック入るはなんか色チェックだったり、うん、ピンで腰入ったらもうピンで当たっちゃダメとか、うん、まあいろいろ厳しかったんだよ。最初どこ？最初8。8？あの森さんとか清水さんとかいたんだけど、長くもいたし、あと藤川さんと、はいはいはい、宮本さん、わかる？宮ちゃん。エイトってどこにあったの？赤根町になるのかな、あれ。強盗とかあっちの方、エロッキーがあった2階だったんだけど、今ファミマとかココイチとかあるけど。そこを、あの辺ね。うん、あ、温泉あるところね。そう、赤根温泉、ね。あそこにジャンスあったの知らんわ。それって俺世代が違うんかな。いや一緒やろ二十歳ぐらいの時。二十歳ぐらい俺なしょったっけ。あの大阪。でも俺ハイテンション行ったのもうちょっと若かったよ。ああそうなんだ。ハイテンション何年目だったかな。3年目とかそれぐらいあったかなと思って。うん、ね、まあでもさ、今思うとそのメンバーうちさ、うん、くだらねえなって思うんだけど、うん、まあ、でもやっててよかったなと思う。まあ、確かにね、うん、まあ考えるからね、うん、でもなんかほら自分がやってたから周りにやらせるタイプいるじゃん。ああ、うん、そういうのはね嫌いだったんだよ僕、うん、なんかやれよみたいな。あ、だから僕はね極力ないようにしてた。千葉いた頃とかはさ、うん、甘やかしてると思う。そういう面ではどこがあって多分思うと思うけどかもしれないけど、うん、そのメンバーうちとかそういうことに関しては、うん、甘やかしてたと思う。他は厳しかったけど厳しいイメージあるわ他はね、うん、かなりなんか逆に ああ、うん、なん
かウーバンとか来て、うん、すいません、なんか逆に切りづらいね。逆に切りづらくなるみたいな感じでしょった。はい、いい数値そうみたいな。そういうことやね。そういうこと、そういうこと。そういうとこ賢いね。僕はもうなんか一発積もるの嫌だから全部そこにするけど、昔なんか積もりリーチするやつが結構なんか雑魚いなと思ってた時あって。あった。サンマだとね、積もりリーチしょっちゅうするんだけど、うん、状況変わるからね。4番だったら一巡でも早くリーチを打った方が得なんだけど、基本的にはね。でもなんかほら、相手がイーシャンテになったからとか、うん、相手がもう中抜いてベタ売りしだしたからとか、うん、相手がテンパったからとか、うん、相手都合でのつもぎリーチはね、全然ありだと思うんだよね。俺3人打ち地で一番最初にレッドでしよったやつが暴転速リーゼンツッパーしよったんやけどさ、うん、勝てるときは勝てるやん、それで。そうだね、うん、手順さえ良かったらね、うん、でもそのリーチするかしないかって、でリーチも張っててもその自分のタイミングで曲げていいっていうのって結構自分の中では新鮮な時代があって、うんうん、めっちゃマジ面白くなったけど、その時は、うん、なんかね、うん、こう今なら、うん、これがダマでこぼれるから黙るっていう黙る理由があるじゃん、うん、でもある時を境目に、あ、出なくなったなって思う時があるんだよ、うん、もうこの順目でこれは俺出ないなって、でも山にあるなっていう時につもぎリリースするね。リリース僕流局間際もつもぎリリースがリリースめっちゃ多いと思う。ああ。貯めるのね、まあ地獄短期とかさ上がるもんね。うん、早い順目だったらさ怖いんだよ、無視されてカウンターが、うん、でも遅い順目だったらまあまあみんなが切る深い順目の、うん、だったらかなりいい街なんだよ、結構上がる。いいよねあれ、しどい。一発もめっちゃ多いから、その流局間際の一山ってさ残り20枚だと 5% で一発もだからね、そこら辺のためじゃ立派ですよね。チートイ3人うちやっぱ灰の種類少ないからチートイツセンス出ちゃうよね。出るね。それなら初しか上がらんやんみたいな。チートイツ。チートイツ。俺だけのチートイツ。俺だけのチートイツ。あるね。見るわ。大体誰か一人告知やってる時って。チートイツやってるわ。厄介内空手順とかさ、厄介シャボでリーチ打つ手順ってもうほぼ取らないもん、国士がいたら。あのレッドのさ、あのルールって4枚使わりのチートイやんか、俺銅鐸しとってさ、やっぱ記憶にあるのはなんか3枚使いのチートイツでテンパイ開けられるやつ、当たり牌で。いいよね、うん、あれなんかさ、それでよしとかって酔う人ってなんか別に怖くないんやって、うん、で銅鐸しとって思うんがなんか当たり前みたいな感じで流すやん。いやなんか、ね、あのドヤ感をもうちょっと出してもらいたい。いやいや出したくないんだよ、たまたまテンパってるだけだからね。たまたまのかな、うん、たまたま安全牌切ってたらテンパってる。あんまりドヤ感出したくないんだよ。俺出したい、たまにしかできんからむちゃくちゃ出したいけどね。なあ、まあでもなんかどうやこれ止めたんやって言ったら、うん、止められた方からさ、うん、はいはいって感じじゃん、うんうん、俺あんまりこの綺麗に降りれるタイプじゃないからさ、そういうことこういう時ができた時結構みんなから褒められてる。ドヤ感出したくない。たまたま大敗ですよ。
山崎。山崎。やっぱり美味しい。うん。木村屋。ああ。いや木村屋のパンかあれ。パン最強なに。長熟。パン一番好きなパン。何ダブルソフト。長熟じゃないやっぱり。長熟なんや。渋いとこ行くね。レーズンの朝食ばっかり買ってる。ちょっと高いイメージあるけど、まあ、高いかな。高いったってあれ何十円ですか。あるの。朝食の何？三枚カットとかの分厚いやつ。いや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 、三枚カットってあれ六枚切りの半金というかさ、半分やろ。まあ六枚切りやろ。六枚切りか。四枚切りっすね。か、うん、あの十枚切りでホットサンド作るか。おお。やっぱ朝食っすよ。朝食ね。朝食だけちょっと。違うね、車に構えとる感じがするね。 CM とかもね。え、パンパンパンってあれ何パン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 あれ何だ松下ゆきさんだね。パンパン何のパン何のパン。朝食はでもなんかちょっとそのワンランク上。ワンランク上セレブだから、ね、ちょっとひと手間加えますよっていう人たちが買うやつ。焼いてマーガリン塗って食うだけっていうタイプじゃない。ないね。焼いてマーガリンさんも塗らないけど食うよ。朝食。食パンマンってさ、うん、私の顔を食べてくださいとか言うの？言わんのじゃない。全体的に言わんの。やっぱりあいつなんて顔がいいのイケメン枠だから顔が崩れるの嫌なの。いやあれ勝手にアンパンマン一人が煽るだけじゃない。え他の人カレーパンマンなんかあの俺のルーを飲みなよとかいうパターンないの。気持ち悪いね。ないの。アンパンマンのキャラクターで何が一番好きやった。え俺ダントツで天丼マンなんやけど。マジでダントツでバイキンマンやろ。バイキンマンなんや。いやだってさあいつ天才やん多分。はぁ、あ、あのじゃあ寂しがり屋なんて僕には分かるわ。寂しいからちょっかい出してる気分よ。そうあれね、ちょっと人との絡み方分かってないだけで。あれガチの天才やからさ。しかもなんかいつもさ、うん、アンパンマンとかなんかトリプルパンツとかで3人がかりでやってくるやん、うん、バイキンマンいつも一人で戦うよね。自分が作ったのをメカだけで天才やね。天才やねってあれ。バイキンマン好きやわ。折れない心。あんな隅っこに追いやられてさ。あれみんなと仲良くしたいだけやから最近も。いいやつなんや。いいやつめっちゃいいやつ。いきなりなんかさまんじゅう食べたいと思ってちょっと取って食べたらなんかしばかれて飛ばされてさ。かわいそうやと思うけどな。みんなと仲良くしたいだけなんやね。そうあれ優しく接したらもうええやつやでさ。街に貢献すると思うわ。でもどこまで行ってもバイキンやから。そう、やっぱ不潔ないかもやな。ドキンちゃんもいます。ドキンちゃんもいます。ドキンちゃん誰が好きなの。ドキンちゃんは食パン。食パンもかも。あれ恋は実ることはないっていう。あ、そうなの、うん、あのパンとバイキンやから。あ、なるほど、うん、そうやね。ドキンちゃんもバイキンなの。バイキン。バイキンなの。ドキンちゃんの金は金の金や。あ、バイキンの金や。ほんまや。ほんまやな。天才。ドキンちゃん。ドキンちゃん。ド級の金。ド級の金や。安っ。しまーす。ドキンちゃんか。ドキンガンみたいなもん。キュー。え、もう着いた？いや、違う。ここはね、手前通り、徳島市内行こうと思ったら、うん、ナルトをね、ぐるーっと回らないかんねん、高速で行ったら。だから途中で降りてね、行った方がいいんじゃないかな。これナビらしい。ナビは頭に入ってる。通ったことあるから。これナビなしで行くって根性あるよね。でも、この道通ったことあるから。あっても不安やもん、俺。ナビね、うん、こう見る方が危ないと思う。あとナビなしで一回行ったら、うん、もう覚えてるから。すごい。ナビありで行ったらね、道覚えないんだよね。あとあれがむずい。
え、さっきの右やったみたいなあるやん。うん。右ですみたいな。ブリンって言われるやん。なんかぐるぐるさせられるね。そう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 、あれが嫌なんやって。これ右やと思うけど、ナビなんかね、ナビ的には次かと思ったらやっぱ今のかってようあるもん。結局ナビない方がいいや、うん、覚えとったら。そうそうそう、ナビない方がすまげえ、目ずつぶってもいけるから。うん、ナビないとダメやし、あれも苦手やわ、乗り換えとか。電車？電車。あれはジョルダンとかも持ってないの？うん、何ジョルダンって。あの乗り換えナビめっちゃ細かんでるよ。何時何分で乗り換え時間何分で、うん、なんか何番乗り場からとか。マジでジョルダン？ジョルダン、ジョルダン絶対入れといた方がいい。入れとこう。アプリじゃないのかな、なんかいつもサイトで調べてる。ジョルダンっていうのこの、まあ、いろんなとこ行くことあるもんね。あ、もうその東京、柏行くんでしょ一番、うん、絶対いる、ジョルダン。めちゃくちゃ便利やで。もう20年は使ってますよ。あった、ジョルダン。絶対いる。入れとこう。これどうやったらいい？なんか、まあ、出発点と到着駅入れる、うん、あと、まあ、何時までに着きたいとか、何時から乗りたいとか入れたら、うん、こう行ったらいいですよって出るから、絶対いる。ジョルダンしてんじゃん。いや多分ね、うん、その都内とかさ、うん、大阪近辺だったら、うん、まあ、そういう近いのを使ってない人いないと思うから。いないな。みんなジョルダンって言ったらみんなわかるんや。わかると思う。そのあ、俺こっち使ってると他のがあるかもしれない。ああ。もうなんかね、大学生になった時にさ、関西で暮らすってなった時に兄貴から、うん、とりあえずこれ入れとけって言われたの。ジョルダン。ジョルダン。ジョルダン、とりあえず絶対いるから。先輩から深瀬行くよ。ジョルダンはいるよね。香川では考えられんよね、乗り換えとか。まあ、河原町で首都線に乗り換えるとかもほぼ一択やもんね。うん、あんな迷わんもんね。あ、ここでも分かるやつ。ね、香川簡単だぜ。うん、乗り場もあれですね。うん、多分ね、何番出口とかから出るやつもあるんじゃないかな、多分。出口がなんか20カ所とかあるじゃん、多分。ここ行くんだったら17番出口を出てとか。俺なんかその大阪から栃木でがあるのよ、コース的に。はいはいはい、7月の3日からなんかもうなんか種類ありすぎて行き方が。いや僕ね、そういうのスケジュール組むの好きなんだよ。マジ？いやマジ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 、タイムスケジュール組むの好きなんだよ。得意だと思う。俺今それ組みよるけども。いやもうワクワクする。もう人のでも組みたいぐらい。え、なんか4日が千葉で5日が愛知って言ってね。そう、豊橋ってだいぶあっちの方やね、東の方。うん、あれがあるじゃん、あのかっこいいシリーズのさ、あの人のじゃん。そう、豊橋。そう、名古屋行きたいのよね。名古屋ちょっと遠いんじゃない？ちょっと遠いね。え、まあでも静岡寄りやもんね、かなり豊橋って。うん、静岡もね、ちょっと食べてえな。うなぎ。静岡って言ったら爽やかっすよ。爽やか。なんかね、ハンバーグレストラン、うん、静岡だけのチェーン店で、もう静岡県民がこよなく愛す爽やかっていうそのレストランあるんやけど、うん、で行った方がいいと思う。行ったことないけど。爽やか。爽やかね。バスで。まずどこ？香川いつ出るの？2日。いや、それも決まってなくて、いつ、ああ2日の、2日の晩に、うん、2日が土曜日かな。あ、そうなの？ちゃうわ。2日が土曜日。2日の晩に大阪におればいいの。あ、そうなの？で、俺大阪の雀荘をジャンモーとか、なんか行きたいところがあって、ああ、イーソーとか言ってみたい。イーソー。はい、そう。僕は3日に大会予選あるけど、
別日で全部予定してる。3日は、3日はどこだ、栃木。あ、3日もいないんだ。栃木と千葉の位置関係がよく分かってないね。どうやって行くんやろって調べよるけど、まあもう当日考えようみたいな。僕も大好き。いろんな手順あるじゃん。あれワクワクするもん。あのもう神の位置で放つからさ。マジで。うん。なんか早出りゃいいってもんじゃないのよ。見よったらその時間その時間でコース変えられるよ。何やこれ。ワクワクするもん。僕も神の位置で放った時あるんだよ。香川からさ、富士急に行きたいって話になって、僕、じゃあ今日乗らないから行かないんだけど、知り合いがね、で、香川から行くんだったら羽田まで行って東京から戻らないといけないから無駄なんだよ、もう行くのがないんだよ、もう新幹線であの静岡あたりで降りて、レンタカーであの神の位置で放ったからさ。あれは来たな。そういうね、神の位置だよね。そうぐるっと回らないかんねんけど、放ったね、神の位置だ。この手順だ。沼津で降りてレンタカーが。なかなかないと思うな。そういうの好きなんだよ。大阪はでもやっぱバスだよね。大阪はバスだよね。うん、早い。あのネットで予約し、前もって予約したらだいぶ安くなるよ。そうなんや。僕いつも片道3000円ちょっとだもん。へえー、あの当日フラット行ったら、4100円。予約しとこう。ああ俺も登録した高速バスのなんか あれよね。僕なんだっけな、なんかいつも予約サイトから予約してるけど、3週間後、1ヶ月前に予約したら、3100円。前とかだったら3700円ぐらいかな。上がっていくのよ。どっちで行くかないね。金曜日にから行って金曜日は向こうで遊ぶパターンもあるやん。はいはいはい。どこ泊まるんですか。いやでもまあフラット泊まるんだったらさ、神戸サウナだったらいいんじゃない。5000円ぐらい。カプセルホテル。でも徹夜で麻雀打ちたい。マジ。どこかな。てかこれナビなしで行きよ。え、うん、ナビ頭に入ってるから。これなかなかやね。まあまあでも去年何回か行ってるしね。でもなんかちょっと衰えてきたね、やっぱり方角わかんない時あるもんね。昔なかったもん、北がどっちかわからない時なんて。常、ぐるぐるバット以降なかったもんね。まあ香川にいて香川の地図が頭に入ってるじゃん、完璧に、だからだと思うけど、県外出たらね、どっち北どっちだって分かんなくなったね。俺常分かってないよ、県外出たら。まあ県外出たら分かんないね。分かってないことないからね。福島だ。え、久しぶり？久しぶり。あんまりない、徳島ってこと。あんまりないよ。だって香川、四国の中で一番行かんの徳島じゃない？奥っちやな。徳島はほら、あの両親の実家があったからさ。よく来てたよ。先週も徳島来たよ。徳島。ホタル見に行ったことある？ホタルおる？めちゃくちゃいる。どこ？吉野川市ってところ、山奥に行ったらおるんだけど、ビビるぐらいいるよ。マジで？潮の湯とかもね、数匹だったら全然見られるんだよ。あ、いたいたいたぐらいは。でもその吉野川とかでも、数百匹いるから、ビビるぐらいいる。もう至るところで光ってる。もうちょっとギリギリかな、今が。だいたい6月の上旬ぐらいが一番いるからさ。めちゃくちゃいたよ。人もめちゃくちゃいたけど。ホタル見たいな。イルミネーションよりホタルやわ。あ、そうなん。普通にタダで見れるよ。タダで車止められるし。
6月の上旬の晴れた日、雨だと動かないらしい、ホタルくん。6月の晴れた日に、吉野は、そうそう、今ギリギリ。徳島徳島1時間5分、1時間5分か、その前な、あと多分20分ぐらいですかな、15分か。意外とよいしょ。今ので回復した？うん、回復した。すごいね。今日何時起きやったっけ？6時起き。もうなんかさ、明日睡眠不足ダメだなと思って、11時半ぐらい寝たんだよ昨日。うん、ね、だったらまあ7時半か8時ぐらいに目覚めるかなと思ったら、うん、6時興奮しちゃってワクワクしとるやん。そうそうそう、でもちょっとビンビアを楽しみにしすぎるとさ、うん、僕も多分1年ぶりかなんかかなり久しぶりなんだよ。はいはい。ちょっと麻雀に支障が出るからさなので多分楽しみなんだよマジうまいもんな、あそこ刺身がもうさっきもやもん、ハマチ絶対食おう。あそこのハマチの刺身が一番うまいと思う。食いたい。ワカメも好きだし、うん、海藻ね、ワカメのいっぱい入ったお味噌汁も美味しいし。ビンビア、うん、マジでね、なんで今まで来てなかったんやって。俺でもなんか結構何かにビンビア行くんやって言ったらみんな知っとった、ビンビア。そう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 、うん、知っとると思うよ、香川の人は。あえねえってなるやろ、だいたい。なんで知らんのやろ徳島やっぱり来てないわ、それで言ったら、うん、ビンビア交わしてきた人生やったよな、うん、どっかであれやけどね、ぶつかるけどね、香川県民としては。なんでやろね、徳島は確かにあるのかな、徳島。この親が愛媛やからさ。ああ、そうだね、愛媛よ。で、遊びに行くって言ったらやっぱ高知の方がなんかありそうやもん。桂浜広め市場、うん、カツオ、うなぎ。高知で言ったら何やったっけ、こっちにいるの、ハンダ屋じゃなくて浜だっけ、なんか有名な うなぎ屋さん行ったよ。徳島、愛媛やっぱほら鯛めしとかさ。あ、鯛めしなんや、愛媛って。うん、みかんジュースじゃない、みかん。愛媛って何、みかんすか、ほんとか。あ、今治タオル、タコ飯。タコ飯、徳島は徳島。昔徳島のウイローが好きだったんだけど、なくなっちゃったんだよね。めっちゃうまかったのに、あれ食べたいな。練り物、うん、練り物ね。ウイローめちゃくちゃうまかったんだよ、徳島のウイローって。ウイローなんて食べることないことない。うん、ウイローって愛知とかあっちの方だよね、うん、なんか違うんよ、徳島のウイローって。もうないんかな、あれ聞いてみようか、誰かを。徳島県民に、徳島県民、今日来る人でこの人強いなとか、俺、うん、だからそのサイコロ上手のおじさん、サイコロ上手な大丈夫ですか、自動ハイファイサイコロ強いんだよなんか昔その、うん、僕働いてる時にお客さんで来てさ、うん、なんか薬杯とドラが統一だったんだよ、うん、薬杯2枚目スルーしてさ、うん、おっさんなんしょうなと思ったらさ、うん、リーチ一発チート重もうらうらって倍も上がりだしたんだよ。おっさんって思ったのかなあれ 5% 上がるんやと思って、絶対ないで 5% 上がりに行くわと思ったら倍も上がったわ、ビビったわ。強いね、サイコロおじさん。サイコロおじさん強いからな。もう親分がマジでうざいんやって。おるやん、たまに、うん、親番めちゃくちゃ強い人、粘り強い人おるね、うん、親番花さん、振り慣れしとるおじさん特有のさ、うん、なんか粘って押してテンパイ取ったと思ったら6000オール飛んでくるようなおっさんおるやん、うん、あれ
話さんよね。そう、あの人さんも強いやろな、多分押引きやもんね。4までなんかボロボロの手配やけど、なんか押さえつけてテンパイ取ったと思って小ホブ来たみたいな、ミロコールですみたいな。押さえつけてキープした後手入るよね、オカルトやけど。バラバラの時も流しとくわって思うわ。サイコロおじさん、なんか本当に全く知らない人が一チームあるんで、知らない人は、はいはいはい、と、まあその一人は大会で1回だけ到達して見たことあって、うん、その初年度覇者のチームは、まあ、多分会ったことないと思うんで、見かけたことあるのかもしれないけど、うん、まあ楽しみよね、新しい人。楽しみ。この前の大会も思ったけど、なんかこの四国でこれ麻雀でこれだけなんかあるがなんか集まるんやみたいな、ね、嬉しいというか。やっか。徳島坂やったら見たことあるおっさんおるんじゃん。おらんのかな。どうなんやろうね。やっぱ、あ、香川の坂行っとったでみたいなのとかさ、うん、あれ働いとった人とかもおるかもしれんやん、ね、そうやね、あれみたいな。徳島大学香川坂、香川のあの坂へ潰れたんていつやったっけ。12、3年前ぐらい。流行っとったよ、あの当時は。もう全盛期一瞬見とるからね、俺も。え、いくらぐらいだった？ 800 とか900とか、うん、うん。まあなんかピークはなんか1000万超えとったって聞くけど。うん。ちょうどその1000万こう、あ、でも12月とかは超えとったんじゃないか。マジか。だってすごかったもん。すごかったもの。3の高松のピーク多分800万ぐらいなんやって。長尾くんが追った時が多分ピークぐらいだと思うんやけど、でも当時はもう下っ端も下っ端やからさ、うん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 、バイトリーダー、いやもう全然社員、社員、え、バイトやったのかな、社員並みに入るバイト的な。そうもう寮も出入り自由なやつ、出入り自由で、で社員さんから可愛がってもらえてみたいな。そうやな、うん、可愛がりやな。通販行くぞ。俺でもなんかあれやダイソー用意って言ったの、買ったらタケちゃんのでいいよって、あれが熱かった、目いっぱいいけるからね。まあなんか昔ってそんなんやな、なんか俺のダイソーで売っとけの立場やろ、俺打たしてもらうよりたちは。そうよ、そうよねなぁ。うん。かまんすかね。サンド変わらんと思ったら、だからお金いらんかったんやろな。うん。昔はさ。うん。いろいろ雑やったよね。多分。チンパンジーオッケー。チンパンジーオッケー？何や？こう連れてこられて周り見渡して徳島ってわかるか。うん、まあ県道192号だからね。そんな覚え方してないよ。192号か、徳島やってなる。なるね。あ、そう。まあだから、うん、こう、まあ目隠しで連れてこられるじゃん、うん、パッとここが入るでしょ、うん、あ、県庁、あ、192号徳島かなと思ったら、あそこ鎖国って書いてるじゃん、うん、あ、徳島かってなる。で、うん、あの道やんってなる。順番で言うたら、あ、もうなったんよ、なるなる、あそこかってなる。チンパンジー OK だけのところだけ、あ、もうきついね。このやっぱね、この標識がね大事なんだよ。風景だけじゃちょっときついかもしれないね。
似たようなとこいっぱいあるよ。風景だけで言えば、風景だけで言ったらね、どこっぽいかな。でもちょっとなんかあれ結構都会かなって思うけど、都会っぽいね。徳島かいなって思う、うん、結構なんか香川、愛媛が一番わかりやすくない、あのなんかあの路面電車、あ、ね、車、まあでもそうだね、広島もあるからさ、広島かなとか。街中だけで言ったらやっぱ香川が一番しょぼくない？うん、なんか香川より都会な感じするもんね。する、うん、街中だけで言ったら香川はしょぼいよね、うん、狭いし、アーケード寂れてるしね、うん、香川やっぱり郊外 の、 あのレインボーあたりが今、あ、ね、タヒとかのあたり、ね、あの辺は人口増えてる、うん、マンションもいっぱいできてるしね。街はちょっと弱いね、うん、ちょっとね、もう着く、早いな、早いね。こういうとこに止めるからさ、うい、出し入れ自由なんだよ。やった。早すぎた。1時スタートでさ、12時半には、うん、まあでもそんなもんか、ちょうどいいか。ちょうどいい。コーヒー飲まないかんし。そうそう、スタバに来た。ルーティンや。再開後に。最長老様おらんかな。誰最長老様？あの最長老。こうやってあの潜在能力引き出してくれる人。ああ、俺そう引き出してもらいたい。最長老様、最長老様、最長老様今日来る。いやいや、おらんかな、頭でこうやってやってほしい。やってほしいね。ネイル、徳島感が出とるね。うん、もうあれだよ、着くよ、目的地に。これで寝る前歌ず出発して気がついたら徳島に着いとる動画ができた。なんかさ、うん、そうだね、あの、うん、大人気企画の第2弾第2弾大好評。早くあの長尺の動画を撮ってくれよって言うね。大人気企画ね。大人気企画。ここはあのこのローソン最寄りコンビニだからさ。うん、あれ？これ行っていいんかな。不安やね。いかんのこれ。でも行き終わりだから。行けるか。ほな行けるか。ほなええか。これが最寄りのローソンね。そうそうそう。あれ。全員止めたいです、私は。自由出し入れ、1日550円。ね、でも、いっぱいじゃない？白いとこはダメっぽいよね、これ、うん。雰囲気ダメやね。ダメかー。ほな、あかんかー。いかんな。月決め。じゃあ、あれにしよっか、2にしよっか。車出す？出すことはない。うん、出すことはない。あの、乗って動画撮るぐらい。じゃあ、あっちに止まる。あ、なんかあっちにもあるじゃん。出し入れ自由。ね、でも埋まってそうだな。800円はそこにあります。ここは800円8時間。何時？ここで、ああ、でもあるかな。7時、あ、うん、違うな。うん、早く着いたからのんびり探しとる。そうだね。最悪あそこに止めようっていうのはあります。あ、これ右ダメなやつ？あ、これ右行ったらどうですか？これ駅周辺の？うん。徳島駅ってこんなんやったっけ？俺がまだそこの風景見れてないから。うん。あ、ちょっとなんか700円ってあったの今。ほい。ほら、こう、喫茶店あるよ。おいくらですか？12時間700件、8から15は600件。あ、猫おる猫。8から15、なんで値段が違うの？止めにくいってこと？なんで値段が違うの？じゃあ100円しろ。
500円できんよ。じゃあここで。はい。え、覚えた？覚えた。場所覚えた。これ、スイッチ力あるから。到着しました。はい。じゃあ今日の意気込みお願いします。今日は、はい。上がります。まあ今日はね、ポイント状況、はい、まあとりあえず、とにかく気にせずに、はい。まあ普段通りですね。かしこまりました。フラットで打ちます。じゃあ今日も頑張りましょう。はい、頑張ります。ありがとうございました。